はいどうもということで今週も始まりましたバナナ TV のお時間でーすよと申し込みました。私番組 MC を務めさせていただきますの局長のノリと安田美香です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この番組はバナナ TV で放送されている番組情報やゲストコーナー、各地で日々行われているイベントの情報などなどじゃんじゃんお届けするバナナ TV 総合案内番組です。なんか今日僕頭キノコみたいですね。マッシュルームみたいですね。じゃあ今日はキノコ、キノコ局長と呼ばせていただきます。やめてちょうだいよ。これ何か皆さん分かってます？チャンネル TV をずっとご覧いただいてくださってる皆さんはご存知かと思います。そうですね、トリビア。キノコママ、ちょっとトリビアですけどね。はい、そんなん言うてんと、そんなん言うてんと、はい、こちらご覧ください。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか？ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバー、はい、おかえりなさいですけれどもね。ですけどね。何です？何？キノコ局長。そう、キノコ局長ね。今日は？キノコあるある。今日は？今日はね、ちょっと、うん、そんな大したことじゃないんですけど、大したことじゃないんですけど、なんかちょっと今ね、実はぼちぼちね、ここの西中島南方だけではなくて、だからここじゃない宇宙。皆さんあれね、西中島南方っていうところに。会社がある。地上にね、地上に この真下、真下がね、これ収録してるのは宇宙です。宇宙です、宇宙です、ね、めんどくさいな、めんどくさい、この真下にね、ちょうど我々が物をポトって押したら西中島南方落ちる、ねね、西中島三丁目、三丁目まで落ちるんですよ、ね、うん、そこを中継して地上に今配信してるわけなんですけれども、めんどくさいだけじゃなくて、ちょっと他のところにもね、こういうスタジオ作ろうということで今進めてるんですよ、はい、知ってました？ちょっとなんか風の噂で、あんまりね、ここでお話しすることなかったんですけど、うん、ちょっともうそろそろ準備始めてるんだよっていうところで、うんうん、なんかそれをちょっとお知らせっていうほどでもない。引っ張るな、引っ張るな。淡路島局。何言ったか分かります？淡路島に、うん、ステーションを、うん、そうそうそう、ね、そうオープンするのに、そうなん、今着々と準備中でございます。準備中でございます。はい、淡路島はね、ちょっと これぐらいこっちへ投げたらね、淡路島に落ちるんですけど、淡路島ね、なので ね、はい、何回かね、私投稿でね、淡路島のなんかね、うん、移動中のところで写真あげたりとかは ね、Facebook とかで投稿させてもらったんですけど、うん、実はね、そういうことでございまして、うん、そうなんですよ ね、もう去年の秋ぐらいからやってましたね。場所探しに行ったりとか、うん、いろいろね、うん、一番最初に行ったのは結構前ですよね。うん、まだ暑かったんちゃいます？夏か、もっと前か、うんうん、5月とかそこら辺じゃないのかな。あ、じゃあもう大方1年がかりなんですね。そうですね、なんかいろいろね、最初こういう物件にしようとかって思ってたのと全然違う方向に話がね。あ、そうです、そうです。行ったりとかで最初は、うん、なんかね、民家みたいなところとか、うんうん、そのポツンと立ってるところに作ろうかみたいな、うんうん、ポツンと作ろうか言ってたんですけど、いろいろ見せてもらったら、まあやっぱり我々メディアやから、うん、その地域のその情報ハブになりたいじゃないですか、うんうん、その情報をこう、うん、皆さんがここへ来て発信するような、うん、なんかそういうたまり場、うん、たまり場ってちょっとそうそうそう、ヤンキーなんか情報が集まってそこからは出ていくみたいな、うんうん、その中継点みたいな感じ、うん、中継点みたいな感じになりたいなっていうのもあって、うん、なんかポツンとあるよりね、うん、でいくつか回った中にショッピングモールがあったんですよね、はい、アルクリオ淡路っていうんですけどね、はい、うん、でまあ言うたらイオンですわ、イオンと一緒に、淡路市、うん、淡路市のしずきっていうところなんですけど、うん、そこにアルクリオ淡路っていうのがあってね、はい、うん、その中の、1店舗、うん、1個のお店として、うん、できることになりました。
そうなんでございますよ。で、まあ着々とね、うん、準備してて、今にね、今まさに工事中なんですよね。そうなんです、うん、まだ今の時点では工事中なんで、はい、でまだ実際には動いてはいないんですけど、動いてはないんですけど、うん、工事がもうでも終わるかな、うん、これ収録を、放送されてる頃には多分ね、うん、もう工事も終わって、うん、中に機材が入って、うん、っていう風な状況だと思うんですけどね、うんうん、もうね、あの淡路島ってね、皆さんもね、うん、結構ご存知かと思うんですけど、うん、いやいや淡路市って広く、淡路島ってすごい広くて、そうびっくりしたんですよ。そうなんですよ。だからね、淡路島私らね、めっちゃでかいですね。毎年ね、毎年じゃないや、うん、結構今までにもね、何回かね、うん、子供連れて夏は行ってたんですよ、うんうん、で、青島って言ったら、うん、もうなんか夏泳ぐとかそういうイメージがすごい強いでしょ、うん、だけじゃないんすよ、全然ね、ないんですよね、すごいんですよね、うんうん、とりあえずでも端から端まで高速でも1時間以上かかるのかな、うん、この間ちょっと南淡路市っていうところ行ってきたんですけど、うんうん、結構かかりましたよね。かかります か, か, ります。淡路市から南淡路、すごい広いですね。めっちゃ広いです ね, ね、島ちゃうやんけっていうぐらいね、うん、だからね、まだまだ私らもね、言っても何回ぐらいかな、行ったの 4,5 回、まだ、いやいやいや 4,5 回ってことはないでしょ、10回近くは行ってますけど、あ、そんな言ってるか、うん、ね、それでも全然まだ分からないことだらけだったり、はい、そうですね、で、そのね、淡路島の中で、うん、あの、まあ、地域に密着しながらね、うん、いろんな情報を発信していくっていうのでね、うん、いろんな方にね、今淡路島のことを教わってるわけ。そうですそうです、僕らよそもんなんでね、うん、いろいろその地域に根付いてる人たちに教えてもらわないとね、わ、うん、からないの で話聞いてたら、うん、私たちからしたら、え、そんな素敵な、そんなこともとかって思うんですけど、うん、向こうの人たちからしたら当たり前すぎるから、みたいな、え、うん、そんなんがいいのみたいなそう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 、うん、あの、何でもそうなんですよね、うん、その自分がも自分ところにあるとか、うん、自分が持ってる良さって当たり前になってて意外と気づかない、うんうんうん、だから、え、こんな海岸線が、え、ここから海が見えるんですかって僕がびっくりしたら、あの、向こうの人ポカーンとしてあったっていう、ああ見えますけどって毎日見えてますけど、なんならみたいな、ね、当たり前なんでしょうけど、うん、僕らから見たら海岸線が見えるところでね、うん、なんかあのポテト食ったりとか普通に、うん、なんか眺めがいいところにいられるってすっごい、なんかそれだけでレジャーじゃないですか。そうなんですよ。なんですけど全然普通みたいなことやったり、ね、うん、食べ物もそうですよね、うんうん、なんかこっちからしたらそんな、なんかあれなんですよね、神戸牛ってほとんど全部淡路牛なんですよね、本来は淡路で生まれて育ったものがある程度になったら神戸とか松坂行って神戸牛になったり松坂牛になったりするから、生まれは淡路島なんですよね基本的にね、うん、そんなんとかもあのさらって言わはんねんけど、それ神戸牛じゃないですかって僕らからしたらびっくりしますけどね。びっくりします、うん、で、あれでしょうね、淡路島って、うん、あの、ね、自分のところだけで食べ物が、うん、それびっくりした、食料自給率が 100% 超えてる、もう、ね、100% 説によってはね 140% とかっていう数字も見ましたよ。あ、そうなんですね、うん、まあカロリーベースとね、うん、なんかありますけどね、うんうんうん、だから別に今こう交通とか交通網とかがドーンって落ちてしまっても淡路島は生き残れるっていう、うんうんうん、すごい島ですよ皆さん、ねえ、ね、要塞ですよ本当にね、夏に泳ぎに行くだけやともったいない、もったいないね、でもそういう情報もなかなかね、うん、そう皆さんの元に届いてないんじゃないかと。そうなんですよね、うん、なんかまとめてそれをなんか扱っているところが意外とないらしくって、うん、まあ、これも僕ら行ってね、うん、あのいろんな人に会っていく中で気づいたことなんですけど、うんうん、例えば、まあ、ビーチもね、その、まあ、泳げるビーチと泳げないビーチがあって、うん、でもなんかなんていうの、もう人がいっぱいでもう芋の子洗うようになってしまっているところともあれば、うん、なんかもう全然知られてないプライベートビーチみたいなすっごい素敵なところもあって、うん、でもその当該島の外からではそのどこに何があってここ泳いでいいのかあかんのかっていうのが全然わかんないよね、うん、そういうのをね、うん、その発信できるような、うん、まあ、観光的に外向けにはね、うんうん、あの淡路島から発信、他の他府県に発信っていう意味ではそういった情報もやし、うん、でなんかその島の中で行われているイベント、うん、ものすごいイベント多いんですって。すごい多いんですよ、うん、もう、何百、あの1年の日数よりも多いんですよね、何倍かあるんですよね、イベントの数がね、365
日以上あるんですよね、イベントが。そうなんですか？って言ってありませんでした？あれ僕夢あれ一緒に聞いてませんでした？365日以上あったら大変じゃない？いや、あったんじゃないですか？え夢じゃなんか不安になってきた。でまあまあ、でもそれぐらい、それぐらいね、はい、あるんですって、うん、めっちゃあるんですよね。なのでね、そういうね、情報も、すごい、なんていうんですか、例えばちっちゃいお子様がいた場合、うん、あんまり、うん、その海のね、もうみんながわー来てる時期よりも、うん、ちょっと外した時のイベントの方が良かったりとか、うん、あ、そうだね、ね、うん、その人によって、うん、行けるイベント、行きたいイベントって変わってくるじゃないですか。変わってきますからね。だからそういうのとかもね、お届けできたらなと、うん、いいですね、うん、思っておりますので、思っております、ね、うんうん、なのでぜひ、はい、今後のシャナナ TV アワジステーション、アワジステーションお楽しみになさっていただきたいと思います。なさっていただきたいですね。そして私たちはこれからも淡路島にちょいちょい行ける理由があるので。そうですよね、拠点ができるって大きいですよね。なので結構ね、美味しいもんも、美味しいもん食べれます ね。結構ね、広いんですよ、その、うん、中のね、うん、スタジオとオフィスとを、うん、まあ借りるんですけども、うん、意外とそこね、ここと一緒ぐらいはないか、ここぐらいはありますか、ここぐらいありますか、ね、わかんない、うん、まあまあ、まあ、結構広いんでね、広い、うん、ぜひ淡路島にお立ち寄りの際はお便りの際ちゃう、うん、お立ち寄りの際は、うん、ぜひ遊びに来ていただけたらいいかなと思いますね。いいかなと思います。いいかなと思います。ね、はい、またね、はい、これからもね、ちょこちょこ進行、うん、進行、うん、進捗情報、ね、とかをね、うん、発信していきたいと、そうですね、思っております。はい、はい、まずね、ここで淡路島でしっかりとね、うん、その地域に根ざしてステーションを運営するっていうのはどういうことなのかっていうのはちょっと我々勉強したいなと思っていて、うん、でそのノウハウを持ってね、うん、こう、まあ、あなたの町にも、うん、これからね、うん、あなたの町にもこうステーションができるように、うん、皆さんのお力あってですから、やっていきたいなとこのように思っておるわけでございます。なんかどこその政治家を言って、政治家、あなたの町ね、奥さん奥さん奥さん本当でもね、これからね、どん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 いろんなところにね、うん、できて、いろんな情報が発信できたらなって思います。もちろんね、大阪ステーションの方に、うん、大阪ステーションじゃない、はい、大阪のね、本局の方にも、はい、もう本当にね、いろんなところからね、うん、ゲストさんもお越しくださって。そうなんですよ。お問い合わせもね、結構ある。うん、で海外の方がね、うん、番組やりたいっていうようなお話もありますしね。うん、ね、なのでね、うん、そうやってね、いろいろこちらにも来てくださるのも嬉しいんですけれども、またその現地から飛ばすっていうね、そうなんですよ、のもね、できればいいなと。前から思ってたんですけど、世界に向けて発信やのに、うん、なんで収録は西中島南方だけなんだろうっていう、うん、大きなジレンマが、ね、ございましたんで、うん、はい、はい、それをなんとかしたいなと、うんうん、でもまあとにかく当面はね、はい、淡路島を、うん、ね、淡路島のステーションを E ステーションに、うん、淡路島の人にとってもうなくてはならないものに、ね、うん、なりたいなっていう。なのでもし淡路島に、はい、お越しの際は、はい、覗いていただけたらな。そうですね、覗いていただいて、うん、誰もおれへんなって帰ってもらったんではい、はい、ということで、はい、シャナナ TV 淡路島ステーション情報でございました。ございました。はい、またちょくちょくね、うん、この報告していきたいと思いますね、はい、ということで、はい、前半はここまでで、はい、はい、バナナ TV はい、どうもということで後半も続けてまいりたいと思います。番組 MC を務めさせていただきますのは局長のノーリーと安田美子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。何やってんのちょっと顔認証通れへん。ちょっとね顔認証通らへんのなんか焦れば焦るほど全然恥ずかしい。局長ほら今日キノコなんですよ。キノコみたいですけどね、はい後半はまたいつもの、うん、そういつもの世の中のコロスケのね、コロスケの情報を、うん、はい、もう先週コロスケって言わんとちゃんと実名出しまくってるもんやから、コロンコロンコロンっていっぱい伏せ字入れてましたけどね、うん、まあまあいいんですけどね、はい、いいんですけどね。そのね、はい、まあ、コロスケが原因でね、はい、今も本当前も言いましたけど、うん、いろいろピリ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 してたりしてます、はいはい、世の中してますよね、うん、さらに輪をかけて輪をかけて輪をかけて
をかけて、はい、輪をかけてね、うん、もうなんかね、なんですか、なんですか、もうデマ、デマ、あー、デマね、デマのせいで、うん、いろいろなものが、うん、なんか売り場からなくなっていくというね。ほんまだってトイレットペーパー見事にないですよね。ね、全然あるらしいんですよ、うん、その生産は追いついてるし、原料も全然足りてるし、そうそう、うん、みんなが買い占めるから店頭から消えてるっていうだけで、そうそうそう、だからね、うん、トイレットペーパーとかティッシュとか、うん、もう品薄になっていくから、うん、手に入らなくなるっていう、はい、うん、デマで、うん、それを買い占めてるんですけど、うん、今買い占めていらっしゃる方々のおかげで、はいはい、本当に品薄になってございます。そうなんですよね。だ、流通の限界ですよ。だってトラックに詰める量とお店に置ける量って限られてますから。デマを、はい、デマを現実にしたのは、そうです、そうです、買い占めた方々でございます。思考は現実するやつ、ね、すごいっすね。はい、すごいっすね。成し遂げましたね、あなた。すごいっすね。デマをね、すごいですね。でもそんなもんですよね、うん、デマがデマを呼んで、うん、なんかそういうのってパニックになってっていうね、うん、不景気とかも一緒ですし、うん、なんでね、うん、そのね、うん、ここの事務所の、うん、ここの事務所、ここ、地上の事務所の繋がってる方ね、そう、はい、のディッシュがなくなったから、はいはいはい、あ、買いに行かなあかんわ思って、はいはい、私買ってきたんですよ、はい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 、通勤の最中に、はいはい、買ってきて、はい、で、うん、あ、よかった、買った、うん、普通に、うん、買った、買い物忘れんとできた、そうそう、できたと思って、うん、ほなね、帰り、その日の帰り、うん、ドラッグストアの棚にないんですよ、トイレットペーパーもティッシュも、あれ、雨降るから中入れはったんかなと、うん、思ってたんですよ、あ、空っぽになってましたもんね、うんうん、そしたら、うん、どうやらその情報が出回ったみたいで、また私、ナイスさんにグッチョ、また誰かなんか、なんとかさんとかがテレビで、あれはなくなるよとかって言わったんですか、いや、いいです、なくなるよとかって言わったんですかね。ええー、テレビではな、じゃなくてね、いろいろなんか SNS とかね、なんか広まったりとかしたみたいですけど、あ、まあでもね、うん、買い占めた方々の、うんうんうん、ご活動のね、うん、おかげでね、うん、一つ私、はあ、いいことしてるやんって思うことがあって、はいはいはい、うん、もういつ手に入るか分かんないでしょ、うん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 、ディッシュとか、うん、だから今お家にあるやつを大事に使うじゃないですか、うん、今までやった、特に今花粉症のシーズンで花粉症やし、あ、もうこんな噛みまくりますもんね、とか、なんかちょっとちょんってこぼしただけでいち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 1枚ずつ使うとか、あ、やっちゃってたじゃないですか、はいはいはい、でも今はタオルでええのにティッシュ使うとかね、そうだからね、そういうね、うん、そもそものところをなんか 見直すというか、あ、なるほど、だからすごいあるものを大事に使うようになって、地球に優しい、私エコ？エコ女子？私？もう話がこんな飛んでいきますね。私、地球に優しい人？いやいや、みたいな。いや、僕多分ね、それね、お財布に優しいだけやと思いますよ。いや、資源は限りある資源ですからね、ティッシュとかあんなもあるでしょ、原料、木とかそんなんやったりするでしょ、木とかです ね、パルプとかですね、だから、私エコ女子、今私のこと見たらこれからエコって呼んでくれたヤスエコってめっちゃ言いにくいですね、日本人か何かわからないです ねっていうね、あー、なるほどね、うん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 、まあそういう勘違いの仕方もありますよね。なるほどね。いいじゃないですか。で、それを私だけじゃなくって、うん、ちゃんと子供にも言って、子供にも一緒に協力してもらってるから、うん、息子もエコ、あー、息子エコ。エコはエコでもエコロジーじゃなくて単にエコノミーだと思いますよ、それ。え、お財布に優しいの。違いますよ、じゃあ地球に優しい活動を今、あ、そう、やすけでは地球に優しい活動。なるほどですね、はい、でも逆に言うとティッシュとかそのトイレットペーパーがこんだけ飛ぶように売れるって、うん、景気冷え込んでたところに持ってきて、うん、めっちゃ景気ようになるんちゃいますか。っていうか、まあ、偏りがあるからね、今海外旅行で日本に来る人減ってるっていうか激減してるから、うんうん、そういうドラッグストアなんて外国人だらけやったじゃないですか。あ、ほんまですね。それがもう全然ピタッて売れへんようになったんが、うん、あれもうドラッグストアのあれ陰謀ちゃいますか。でも違うんですよ、ちょっとね、全然話それちゃうんですけど、ああ、そのドラッグストアですよ、ああ、皆さんね、うん、
あのドラッグストアの方々にね、うん、マスクありますかとか、うん、ウェットティッシュありますかとか、うん、みんな聞いてらっしゃると思うんですけど、うん、もう1日に何回回答して、うん、すいませんすいませんって言ってはるか知ってあります？あるんやそんな。もうだって聞かれるじゃないですか、うん、みんなに当然マスクないですか、うん、ティッシュないですか、うん、ウェットティッシュないですかって、うん、でそのために、うん、いや今もうあの売り切れておりまして入ってくるのも、うん、あのいつになるかちょっとわからない、うんうん、のでございますって。そうでございますすみません言ってあそうで言ってね、そうでございますね、言ってはるんですよ、はい、謝ってはりますよね。 でそれって、うん、店員さん何にも悪くないのに謝ってはるんですよ、うん、やのにね、しかもね、うん、もうそのほらピリ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 してる人が増えてるから、うん、なんでないの。そうなくてね、うん、なんかそこら辺のものに当たっていったりとかね、むちゃくちゃですよ、そんな。なんか棚蹴って物落ちてそのまま帰っていく人とかね。え、それ人格の品格の問題ですよね。そうですよ、ちょっとね、ちょっと皆さんもうね、棚、うん、になかったらない。もうあのあれもうガーゼとかハンカチで作るマスクの方があの使い捨てマスクより性能いいらしいですよ。まあね、今そういう作り方とかも結構ね、うん、動画で上がってたりとかするので、うん、それはそれでね皆さんやってくださったらいいんですけど、うん、とにかくねドラッグストアの方はね、うん、そういう立ち位置なんだっていうことはねちょっとね理解した上でね、うん、もう頼みなかったらないです、うん、でいつ入ってくるかもう分かるわけないです、こんだけみんな買い占めてるんですから、ね、うん、なんか蔵にマスク積み上げてる人とかいるんちゃいますね。うん、だから、うん、ね、もうちょっとなんかね、うん、優しい気持ちで、ね、お互いにしょうがないですよね、ないもんはね、うん、っていうのをね、ちょっと今ドラッグストアで思い出します。あー、なるほどね、そっか。いや、そんなん、それはでも人としてというかね、なんか品格、人としてというかね誰のマネよこれちょ、わからんけどねあの品位ですよね、人としてのね、うん、そういうなんか人としての問題と、うん、それからその経済の問題、社会の経済の問題、うん、それから今言った環境問題、環境問題、それから、まあ、個人のお財布事情、うん、それが結構ぐちゃぐちゃになってるんですよね。なってますよね、うん、これは何なのかっていうか、うん、だから その辺もうちょっとちゃんと分けた方がいいかなと思います。分けるというかちゃんと別々に考えた方がいいかなと思います、うん、物が売れるのは経済にとってはいいです、うん、でも買い占めるのとは人として良くないです、うん、で物を大事に使うのは、環境にいい側面もあるけど自分のお財布事情にとっていいとか、だからそれはいいよねってこう一概に言えないじゃないですか。例えばなんかティッシュがないのはいいこと悪いことってこう言えないじゃないですか。これにとってはいい、でもこっちにとってはエコ上手でもいいって、それは財布お財布にいいだけいいみたいで、ちょっとね譲り合いましょうよ。そうそうそう、そういうことです、そういうことですね。ね、なのでね、あとはね、あのなんかインスタントものとか、うんうんうん、もうとりあえず米がない、米がないらしいですね。まあ、ね、あのね、米をね出してはる人がびっくりしてはるんですよ今おったまげ流れるんですよ。令和米騒動ですね。米も全然ありますから、ね、普通にありますから、ねお店にね、びっくりしてありますわ置けるスペースが限界があるからそんなんなんかお店にね、うん、何俵1000個も置けないじゃないですか ね、うん、お店にこうトラックに詰める限界とね、うん、お店に置ける限界があるだけですから。そうだからね、うん、あの若い人たちはみんないろんな遠いところに行って帰るからいいと思うんですよ、はい、でもね、うん、あの例えばうちの近隣とかもそうなんですけど、うちの家ってね結構坂上がっていったところなんですよ、うん、上がっていったところに今スーパーはね、山手ですのね、山手ですのね、うん、そこにね、うん、ポンってスーパーはあるんですけど、うん、でもそこのお米やトイレットペーパーやらを買い占められてしまうと、その付近のねおじいちゃんおばあちゃんがね、うん、遠く買いに行けないでしょ。あ、そうですよ ねからもうね、うん、そういうところのスーパーは若者肩がもう大きいところにねもうドーンってもう立ってるところで買うてもらわんと ね、うん、買い占めんねやったらなんかそういうところで買ってください。本当にね、うん、ほんまほんま困りますよね。あとはね、ええ、あとはね、私エコ女子に続いてね、エコ女子に続いてねもう一つね、あの、うん、この時期になったからこうなったから、うん、よかった出来事。何どんな。ね、うん、あのほら今家の中で家族感染っていうのがすごい増えてるんですよ。はい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 。だから、うん、あの自分がもう自分が一番私可能性高いじゃないですか、電車乗って行き帰りしてるから、うん、だから、うん、家の中を、うん、
とにかく気をつけてるんですよ、はいはいはい、だからその除菌除菌ねしまくってもう拭き掃除めっちゃしてるんですよ、はいはいうん、めっちゃ家綺麗だってやそれは確かにねあの家庭環境を、ね、そう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 良くするっていう部屋を綺麗にするいいことですからね そういうこんなとこほこり溜まっとるやなってねなんかねほんまですね取っ手とかだけじゃなくてねいっぱいいろんな拭き掃除するようになってね、うん、そうかエコ女子の家が綺麗になってきてエコ女子かつクリーン女子なんですねクリーン女子になってきました、まあ、それはでもいいことですよね、うん、あの家庭内にとってはね誰にとってもどこにとっても悪いことないですからねそうですだから私はエコクリーン活動あーなるほどねいたしております。えでもそのじゃあ雑巾とかでやってるんですかそのそなんかクイックルなんとかみたいなもうなんちゃんと洗ってあエコ女子ですからね女子ですからね髪では拭きません髪では拭きませんよねちゃんと雑巾であーなるほどねでもなんか掃除言うたらそのそういう髪使って捨てるみたいな染みついてしまってんのも良くないですよ ねもうそれしか発想がいかへんからマスクだって使い捨てでないとマスクじゃないぐらい思っちゃってるかもしれないですね、うんうん、まあまあそんなことはどうでもいいっすわ、はい、これいきますか、はい、はい、ご覧くださいシャナナ TV スタッフ大募集あなたもシャナナ TV の楽しいメンバーと一緒に番組作りに参加しませんか楽しくてしかもためになるシャナナ TV の収録現場を一緒に盛り上げてくれる元気いっぱいのあなた今すぐご応募ください。5秒前4、3、2ご応募はシャナナ TV ホームページ、メール、シャナナ TV フェイスブックページから。はい、おかえりなさいということでね、戻ってまいりました。もう一つ、はい、もうね、皆さんね、これ、うん、もうコロスケのせいでそうですよね、もうめっちゃ手洗うようになったでしょ、うん、めっちゃいろいろ予防するようになったでしょ、うん、だからね、インフルエンザのね、うん、あのブーム、うん、が結構毎年3月ぐらいまで続くじゃないですか、うん、今、コッコンって激減してる。そうか、みんなめっちゃ気ぃつけてるから、うん、通常流行るものが流行らないってこと。そう、だから普段からやっとけよ。そうそうそう、普段からね、これね、これから習慣にしたら ね、うん、あのその他の風邪とか、うん、あね、うん、あのインフルエンザとかにも予防対策になるので。ああ、そういう、そういう あれですね、ね、ある意味なんかいい副作用ですね。そうですよ、うん、ちょっとね、これでね、うん、はい、こうやってね、なんかもうただでは転ばみたいな、うんうん、なんか今後に生かせることもいっぱいあると思うので。そうそう、大阪の商売にはただでも起きひん。ただでは、うん、ただではということですね、うん、まあいい風に何でもね、持っていきましょうか、はい、ということで今週も楽しんでまいりましょう、はい、バナナ TV。